今更言ってもしょうがないけどさ。パルデアのチャンピオンランクっていう設定生かして根本桃高と主人公以外にも何人か出してよかったんじゃない？って思うの自分だけ？スター団の琵琶とか良さそうだよね。クラベルを任してるし、いじめの問題は強さでどうにかなる問題じゃなかったんだなって後押しにもなりそう。気持ちはわからんでもないが出しすぎると安くなるから難しかったと思う。ケンタテも DLC で先代チャンピオン二人出してきたし、桃高さんの先輩や師匠みたいな人見てみたかったな。ガラルは何十年も前からリーグぐるみのバトル興行が盛んな地域だけど、パルデアはリーグの歴史も浅いし人材不足みたいだしな。あまり頼りになる先輩や師匠もいない中で、桃高さんが一代で頑張ってる感ある。格的にネームドキャラにせざるを得ないだろうし話が気らかる気しかしない。実際の実力はともかく同格がいっぱいいると根本孤高の孤独感の印象が薄くなる気はする。チャンピオンランク認定されたのも今は昔、みたいなモブトレくらいならいてもよかったかもね。チャンピオンランク持ちとなると根本同格、もしくは少し下の実力になるから、根本、主人公の感情が薄くならない。根本からしたら、桃高以外に自分と対等に戦ってくれるライバルって宝物がようやく手に入ったシナリオでもあるんだぞ。チャンピオンランクには所属してないけど同等かそれ以上の実力を持った人もいる。とかだとワクワクしていいんじゃない。ガラルは何十年も前からリーグぐるみのバトル興行が盛んな地域だけど、パルデアはリーグの歴史も浅いし人材不足みたいだしな。あまり頼りになる先輩や師匠もいない中で、桃高さんが一代で頑張ってる感ある。直接戦えないと何のための設定なん、になりそう。実際バトルできたとしても話が散らかりそうだしボリューム的に難しそう。ルール上は何人もいてもいいだろうけど実際のところ桃高さんに勝てた人全然いないんじゃないの？これ。ぶっちゃけると根本主人公を対等のライバルに留め置くための設定だろうからなこれ。面接で一発合格したのは主人公の一発合格以外は根本だけ。妥協できなくて合格者いなくて困ったと言ってる桃高から根本は余力を残して勝ったと言及。作中で根本が他のチャンピオンランクとは別格の存在っていろいろ出てるのにチャンピオンランク出す同格出されても困る。安くなるになるのなんで？根本だけじゃなく、根本以来ちゃうかだから根本より前には一発面接通過いた可能性はある。根本のシナリオ的に同年代ではないんだろうけど。仮に設定上いたとしても他の地方に行ってるパターンだろうな。一応モブからチャンピオンランクって何人もいるんだって言ってセリフあるから実際複数いるにはいる。今いるジムリーダーや四天王がチャンピオンランク持ってますよって言われたら掘り下げにはなったかもしれない。でもジムリーダーや四天王要素とは喧嘩する属性かもしれない。結構忘れられてるけど AI 博士のバトルスキルの学習元はチャンピオンランクのトレーナーたちって設定もあるんだ。これ見てトレーナーたちって根本桃高と主人公しかいないやんってずっと思ってた。チェーホフの銃みたいなもんでは、正直根本や桃高さんの戦力自体がまだ未知数なところがあるというか人によって受け取り方が違うからな。桃高のテストにすら余力残してた、根本桃高って人もいれば、いや桃高もテストだから全力は出してないだろってやつとか。ネモの主人公が戦える本編パーティはナメパで別にガチパがある、主人公にすら本気は見せてない、いやネモにとってはあの本編パーティ含め全てがガチパだろ論争とかそ。なんか良くも悪くも過剰にモルペコされて底知れぬ存在化されがちというか。人数増やしてもとっちらかるから今のままで良いよ。それだったらチャンピオンランクって大層な名前じゃなくて殿堂入りトレーナーで十分じゃねとは思った。正直歴代と同じ唯一の玉座扱いにした方がネモの孤独もより分かりやすくなって良かったんじゃないかと思う。それだと学生って設定と喧嘩しだすな。教師兼四天王が成立してるんだし学生兼チャンピオンも別に問題ないと思うけどな。別にチャンピオンだからってリーグの仕事しなきゃいけない決まりにする必要はないし。チャンピオンランクに上がるような人はせっせとバトルが盛んな地方に旅立っちゃうんじゃないかな。ってふと思った。そうなると、今度はじゃあなんでネモもパルデアを出てないのかって話になるからな。まあそりゃそうよな。パルデアに強者が集う施設とか何もないし、上を目指したいなら PWT がある石とかリーグ本部がある関東とかに行った方が楽しいだろうしな。出したら出したでなんでネモとの勝負に付き合ってあげないの？ってなっちゃうかも。ネモも学生じゃなかったらもっと自由に世界を旅して腕磨いてたんだろうなって思う。ネモの立場なら下手に単独で旅に出るより社交界とかで各地の強者と接する機会できやすそうだよなとタロとの会話で思った。じゃあ女子学生の何人もいるってセリフいらんかったよな。ネモってもともとパルデア外の出身なんだよね。なんでバトルが盛んじゃない地方に引っ越したんですか？いや引っ越した時はトレーナーになってなかったのなら仕方ないことか？でも裕福な家の放任気味な次女なんだから他女の地方に修行に出るなんて余裕だよな。本編で出るとシナリオとっちらかる。DLC がパルデア掘り下げなら出番ありだったかもな。実際は立ち方が舞台だったけど、トップチャンピオンは桃高戦ですら全地から出し切らず孤独を抱えたネモ、という設定があるから他チャンピオンクラス出しても二人よりは下になるから立ち位置難しい。でもモブセリフ見るに複数人いるみたいだし見てみたかった気持ちもわかる。主人公と姉とオーガボンに固執、こういう関係の広がりでそれを卒業したすぐりみたいに。地方の学校という狭い世界で強き者の孤独を味わうネモだけどアカデミーを卒業して広い世界に行けるようになればきっとまた新たな宝物たちが見つかるよ、という意図が込められているのかもしれない。高菜ちゃん犬ヶ谷みたいなネームドでも立ち絵もないレベルのネームドでセリフも1分で収まる内容でいいから他のチャンピオンクラス出してほしかった。スグリと声優はわずか数日で10回以上根本の勝負に付き合ってくれたのにパルデアにはそういう子はおらんかったのか。スグリがまず気弱で声優も意外と振り回され体質だから根本に押し切られたんだろ。スター団との会話的に根本の勝負は罰ゲーム扱いっぽいし、いやでもそんな何回も勝負に付き合わせたらそりゃそうなるやろとは思う。ボタンちゃんも毎回根本を説明しないといけないし大変。社交界のエピソード聞くとむしろ一般家庭の子よりは外部の強者と出会う機会には恵まれてそうな感じはする。ネモが主人公を除くと最年少で立ち方はチャンピオンに勝てばそのままチャンピオン交代だろうけどこっちはそういうわけじゃないからチャンピオンクラスも普通に働いたりしてるのかもな。
スカバイに始まったことじゃないけど、スカバイは他のシリーズに比べて設定は開示するけどゲーム内で描写はされないみたいなの多いよな。それどっちかというと当てはまるのは剣盾の方じゃね。SV は描写もするけど数が多いから追いついてないって感じに見える。そりゃアカデミーから何人も出すとあんまり凄さ感じないし、他の人を出すと凄さを感じないのもわかるんだけど、じゃあなんでわざわざ歴代とずらした制度に設定したんだろうとなるんだよな。ネモの話としては歴代と同じ制度でも十分成立するだろうし。でも従来のリーグ構造だと王座は一つのイメージがかなり強いじゃん。前作の剣盾ではその面を強調していたのもあって、そのイメージは対等なライバルを欲しがってるネモの物語と少しずれると思う。ネモを下して頂点に立つんじゃなく同等にたどり着くエンディングの方が綺麗に見えるというか、それこそ従来の制度だと勝っても負けても楽しいなネモ戦の晴れやかさは表現できなかったと思う。だからこそブルベリーグスグリ戦の頂点をかけた戦いの熾烈さも入るわけで、頂上決戦感を出しつつ立場や肩書きのかかっていない対等で楽しいラストバトルを実現するのにチャンピオンランク制度は一役買ってるとは思う。これ良いな。チャンピオンランク所持者はちょいちょいいるけど、パルデア滞在の人は少ないのかなとか思ってた。大抵は他地方で成果を上げてる実力派トレーナーが箔をつけるためにやってきて、ランク取れ次第元の地方に帰っちゃうような感じで、一からパルデアで育った現役学生が獲得するのはかなり稀みたいな。だから桃高さんが青春やネモを囲い込みにかかってるみたいな。聞く子、聞くの、天使が一種リーグに挑戦したみたいに他地方のジムリーダーや四天王がパルデアのチャンピオンランクを所持してる可能性はありそう。あくまでこの本編パルデアはホームウェイ組の話だからな。ペパーやボタンは先生たちやスター団という複数キャラがつくのに対し、ネモは桃高さんだけじゃって印象かもしれないが、おそらく四天王がそこにつくんだと思う。ここに他のチャンピオンランクの生徒を出してもどう絡ませるかなんだよね。先生たちもスター団もリーグ組もそれぞれ役割あるけれど、チャンピオンランクの生徒は中途半端な位置にいる。他の人も言っているけれど、主人公とネモのライバル関係が薄くなるしとっちらかる。物語を作るときは死者選択が必須だ。本筋に関わらなさそうなのはもったいなくても省く。他にもいるって明言されてる上で出てこないから若干違和感はあるけど、チャンピオンランクに何か責務があるとかじゃないなら他地方から挑戦しに来てチャンピオンランクになったけど止まる理由もないのでさっさと武者修行の旅出た人たちが複数いるとかなんだろう。トップチャンピオンがやたら勧誘する人だし制度としてはあるし複数人いるけど、チャンピオンになったからといってパルデアに泊まってくれる人はそう多くないんだろうね。ある一定以上の強さを保証する資格みたいなもんだしな。箔をつけるために取りに来た他地方のトレーナーいそう。実際チャンピオンランクになれたかは置いといて、チャンピオンランクになってもパルデアに泊まってない系の意見を見てるとシアのあたりはチャンピオンランクでも良かった気がする。パルデアリーグが歴史浅いらしいし、1チャンピオンランクになる、2パルデアを出て武者修行をする、3戻ってくるかもって流れで今はパルデアにいない説。ネモは学生だからパルデアにいるけど卒業したら1回は他地方のジム巡りに行きそう。アカデミーはブルベリーグ四天王的な位置づけの生徒がいないんだよな。バトルに力を入れてる学園じゃないから仕方ないけど、女主人公にすると女チャンピオン3人になるけど男チャンピオンも欲しかったな。 DLC の元チャンピオンキャラが2人とも男の子なのはその兼ね合いもあるのかね。ペパーが2人目になるかもしれないぞ、格闘対策さえすれば。普通オーリムはネモより前にチャンピオンランクになってるんじゃなかったっけ。チャンピオンランクではなかったはず。博士 AI の戦闘挙動はチャンピオンランクたちのデータが下敷きではある。他だと普通オーリはアカデミーの名誉生徒には数えられてるけど、あれは多分研究のことだと思う。なんならホームウェイまでネモは名誉生徒に数えられてないのよな。これ以上遠巻きにされないように了承断ったんだろうか。物語的にネモをラストに据える以上並列の存在である他のチャンピオンクラスは出さない方がいい。ジムリ四天王だけでも関わる人数多いのに道中に実力者を出されても役割がない。立場的にも出てくるならクリア後のバトルやり込み要素だったけど今作ないからな。アミオリのアリキス君も強そうなのでポケモンリーグ挑んでてほしいけど、四天王戦とか突破できても桃高さんあたりで返り討ちにやっててほしいという気持ちがある。それでもマスカーニャと一緒に何度でも挑むんだろうなって。チャンピオンランクになれたらまたネモといい勝負してほしい。いたとしても手加減して桃高に勝利したネモ、それよりも強い主人公だから他の奴らはギリギリとかなんじゃないの。じゃなきゃネモがあんな風にはならないべ。タワー系のバトル施設があったらそこのトレーナーはみんなチャンピオンランクみたいな設定になるんだろうけど、今回そういうのなかったからな。学校の図書空間にキャラの名前が複数人書かれてたよね。あれってチャンピオンランクじゃなかったっけ。ここで言及されてないから違うのかな。ボタンペパーネも主人公とか何人か名前が載ってた気が。事故です。多分名誉生とか